はい。えー、2021年、えー、今日は6月24日ですね。今、朝の10時半ね。えっ、ー、と、モッピーね。モッピー。僕の大好きなモッピー。僕あの、楽天とモッピーはすごい大好きで、あの、ガンガンやってます。っていうか、楽天とモッピーがすごくこう相性がいいよっていう話をちょっとしたいと思います。というわけで、ここにモッピーって入れてみましょうか。あれ モッピー。はい、モッピーね。これですわ、これ。はい、えっ、ー、と、僕、ほら、マンタさんね。僕、あの、500ポイント貯まりました。今月ね、500ポイント貯まったんで、今からちょっとね、あのー、楽天に変えようと思う、楽天ポイントに移行しようと思うんですけど、それに関してですよ、それに関して。 でモッピーがどんだけ溜まりやすいかっていう話なんですけどいやまあいいやとりあえずまず楽天に楽天にポイント交換これですわこれポイント交換はいほらほらほら楽天ポイント今3%増量中なんですよなのでねモッピーで500ポイント溜まったら、えー、3%分が上乗せされてもらえるんで えー、500ポイントの 3%100 で3だから5530あ15ポイント上乗せされてもらえるんですよこれもう何度かやってるんですけどやっぱりもらえましたねこれ15分あ15ポイントまあちょっと後日後日不要になるんですけどあのまあ1ヶ月か2ヶ月ちょっと遅れてもらえるんですけどほんでももらえるんでね間違いないですわ今までね交換手数料もかかってたんですけど最近かからなくなりましたね すごいいいですよ、これ。まあ、ちょっと一回やります。ポイント講座。はい。ちょっとね、さすがにね。交換する、交換する、交換します。はい。で、これで、えっ、ー、と、内容確認。あコイン、交換ポイント。で、これ500、はい。これ五百ポイントを500楽天ポイントにします。はい、こうね。えっ、ー、と、500ポイントを 500, 500ポイントを500楽天ポイントにします。確認。はい、これです。えー、交換手数料無料で500ポイントを500ポイントにします。モッピーポイント500ポイントを500ポイントにします。で、あのー、メールで自分のメールアドレスに届くんで、それを今度は、これですわ。モッピーキャッシュバック申請。はい。 はい、いつもモッピーをご利用いただきありがとう。書 URL にアクセスするとキャッシュバックが申請完了ね。はい。これでねあの、マンタさんのポイントもゼロになってあの楽天ポイントに貯まるんですけど、これね、本当にすごくって、モッピーは例えば楽天、まあ、僕楽天が好きなんで楽天ポイントガンガン貯めてるんですけど、うん あの、楽天ポイントでがっつりお金も、あ、お金じゃない。がっつりポイントもらった上に、モッピーのポイントももらえるんですよ。楽天のその、楽天市場とかで買い物したらね。これちょっと見てください。楽天でこう、この楽天市場とかで買うと、その楽天市場で全部の、アプリポイントとか、カードポイントとか全部もらった上に、えっと、楽天、モッピーポイントももらえるんですよ。 で、僕はあの、この前楽天トラベルでも、あの、ちょっと予約、あ今まで小豆島とか、えっ、ー、と,と、徳島のホテルとか行ったんですけど、今度はあの、和歌山の白浜行こうと思って、あの、ここ、ここをクリックしてください。あの、ここをクリックしてくださいね。あの、予約したんですけど、あの、その時のね、あの、ポイントも、あの、楽天ポイントをがっつりもらった上に、楽天ポイントをがっつりもらった上に、この判定中の、 ほら楽天市場でこう買い物したものは全部あの楽天ポイントもらった上にモッピーポイントがもらえるんですね。でこれですわ楽天トラベルこれで269ポイントもらえますわはいだからあの楽天トラベルってなんかすごいねあの掘り出し物がいっぱいあるんですよあの訳あり訳ありプランでちょっと狭いけどすごく安くなったりとかあのなんか見つけたらラッキープランみたいなね すごい多いんです。で、すごい安いんですよ。さっきの指の先の動画でもあるんですけど、他のパンフレットと比べても運がよ、運が良くて、あのタイミングが良ければすごい安い上に、楽天ポイントを結構もらえて、さらにも,もっぴー、もッピーのポイントももらえるんですよ。はい。で、であの、これ、あれですわ。モッピーであの楽天をして、 んちょっと待ってモッピーをしてで楽天をしてはいほんで楽天トラベルこれこうやって楽天であの楽天トラベルで予約すると,楽天,と楽天ポイントをもらった上にモッピーポイントが1ポイントもらえるんですよこうやってこう入るとね あの、すごくね、本当にね、あの、お得なんでね、ぜひぜひ、皆さん使ってくださいね。うん。で、もっぴーポイントは、あの、今、楽天との、あの、相性がすごいいいっていうのを話しましたけど、時々ね、あの、今回みたいに3%増量とかね、そんな形で、がっつりもらえるんでね、うん。ぜひぜひやってみてください。僕はね、もう、モっぴーガンガン使ってますわ。よかったら参考にしてみてください。以上です。